バラバク島はフィリピンのパラワン島の南西に存在する島。パラワン州やパラワン近郊の島で南西端に位置しており、マレーシアのサバ州からバラバク海峡を挟んで北に 50km 程度の位置に存在する。行政上はバラバクに属し、島内には自治体の20のバラン街のうち、アグタヤン、カッタグパン、インディラワン、マラキング・アラグ、メルビル、パシーグ、 デイバー、サロング、パブレーシアンアイ、パブレーシアンツー、パブレーシアンスリー、パブレーシアンフォー、パブレーシアン v パブレーシアンクスの14のバランガイが存在する。バラバク島には、多くのフィリピン固有種が見られ、ハイイロミカドバと、フィリピンオーム、パラアンウチワインコ、パラアンサイチョウなどが生息しているほか、この島でのみ見られる種として、オオマメジカのア種のフィリピンマメジカなどが生息する。 ムスリムの民族集団であるモルボグ族が、島内に多く居住する。住民は、農業、漁業やスールバンサモロ地域、サバ州などの市場との物々交換で生計を立てているバラバク島南端のケープメルビル島台、1892年頃、ありがとうございます。